はい、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスでございます。今日はボンドショップ浦和に来ております。今日はですね、なんとボンドチャンネルにレギュラーで加わってくれる新メンバーを紹介したいと思います。で、別のちょっと作業も入ってるんで、まあ、ちょっと作業も紹介しつつちょっと新メンバー紹介したいと思います。早速新メンバー紹介します。新メンバーはこの方です。どうも、シャッチーです。あれ、それ先にやっちゃうの？あ、やんないほうがいいですか？いや、どっちでもいいです。はい。まあ、名古屋店であのメカニックやってた酒井くんが、はい、この度10月から浦和店の方に戻ってきまして、メカニック兼 YouTube のレギュラーとして参加してくれることになりました。で、さっきなんかサッチーとかよくわかんないこと言ってたんですけど、今回 YouTube レギュラーをやるにあたって神様の方からちょっとそのまま酒井で出るのはまずいだろうっていうことで、はい、与えられた名前がサッチーということで、わけがわかりません。はい、もうだいたい酒井からの多分サッチーだと思うんですけど、サしか合ってないっていう。そして僕は言ったんです。はい、もうサッチーとツッチーでわけわかんなくなるんでやめた方がいいんじゃないですか言ったんですけど、まさかのそこでうるせえって言われましたから。はい、なんでちょっととりあえず今回はシカトしたいと思います。はい、まあ、次回以降サッチーに戻ってたら、まあ、権力に屈したっていうことで理解してください。そして、酒井君これから一応メカニックなんで、ちょっと僕ができなかったちょっとメカ的な視点の動画だったりだとか、あとその他ちょっと別のカテゴリーのちょっと動画をいろいろお届けしたいと思います。で、早速なんですけど、今日この車が何するんでしたっけ？今日はあのパナメリカーナグリル、はい、結構定番の、はいはい、グリル交換をこれからやるみたいなので、はい、ちょっとその様子をお届けしたいと思います。で、カスタムもプチカスタムがされてるってことなんで、ちょっと車の紹介もじゃあ酒井くんの方から。はい、はい、こちらの、A35 なんですけども、こちらすでにボンドボディの方でキャリパーの方をペイントしてあります。まあ、このカラーはちょっとお客様の希望ということで緑になってるんですけど、なんとアマガエルの色にというようなオーダーをもらいまして、このような色になりました。はい、アマガエルかどこから来たのかは分かりません。お客様にしか分からない。はい、そうですね。他の車もこんな緑で統一されてるということで、なんかすごくスポーティーな足元に。はい、はい、他はこれローダウンとかは特にはしてないですね。なるほど。じゃあブレーキのキャリパーペイントで、はい、ちょっとアクセントを、はい、こんな感じの車です。で、今回取り付けるのがこれです。はい、はい、こちらパナメリカーナです。もうかなり定番アイテムの。そうですね、もう大人気商品になってます。で、 A45 がこのグリル、そうですなってるんだよね。はい、でちょっとまあバンパーの形とかも違うんですけど、はいはい、まあ、その付くものがあるんで、はい、今回5年交換するってことで、はいはい、まあ、あくまでも A45 風ということですね。なるほど、はい、45ルックにする。そうです、ルックにする、はい、で作業の流れとしてはどんな感じでしょうか？まあ、今回、グリルなのでバンパーを一旦全部外しまして、でその中で、グリルの方を分解しまして、こちらのパナメリカーナと入れ替えて、あとはマークなど移植したりして。あ、なるほど、はい、でその辺はもう完全ボルトオンで。そうですね、はい、あとちょっと希望であのグリルの方にメッシュ加工も合わせてやります。ああ、なるほど、はい、じゃあそんなのも、はい、メッシュ加工っていうのは、はい、要はこの裏側に、そうですね、もう一枚メッシュを貼って、はい、中を見えにくくする加工をちょっと一緒にやるっていうことで、はいはい、で、まあ、普段ちょっとその工賃の中身だったりだとか、はいはい、あとは作業の様子だったりとかっていうお届けすることがおそらくないと思うんで、まあ、ちょっとその辺が今回お届けできればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではこれからバンパーを外します。ヘッドライト周りをしっかりと養生して、それからバンパー外しに入ります。中央のスターマークは反時計回りに回すと外れます。その裏にカプラーが一ついるので外しておきます。
お手伝いに来てくれた有也くんです。ナビさんも見てますが、ここまで来たらバンパーが外れます。でバンパーが外れたところなので、ここは2人で協力して持ち上げます。でバンパーを外す際に、この内側のカプラーをフリーにさせておいて、ここのステーから抜いておきます。そうするとバンパーが外れます。はい、バンパーが降りました。ここからグリルの分解を始めます。はい、そしてこちらが今回用意したグリルの裏のネットです。これをこのようにカッティングして貼り付けの作業を行っていきます。はい、こちらグリルの裏にメッシュ加工をした状態です。網の固定は、こちらウレタン系の樹脂接着剤を使って全周貼り付けているような感じになります。これを左右同じようにこんな感じです。で表から見るとこんな具合です。ちょっと立体感が出たような感じがしていいと思います。はい、はい、というわけでこんな感じでグリル交換が終わりました。酒井君、交換はどんな感じですか？はい、まあちょっとネットの貼り付けとか、この裏側のネットの貼り付けがあったりするとちょっと時間がかかったりするんですけども、だいたい2時間ぐらいやれば全部終わると思います。こんな感じで、はい、やっぱりこれはつけてって言われることは多い感じですか？多いです。なるほど。もう結構8割9割ぐらいもうつけてっていうぐらいの、はいはい、で外したグリルがこっちみたいです。はい、はい、これノーマルですね。なるほど。でここのカメラの部分はもう本当に移植してます。でスターマークのところも完全にそのままポンとつくような形ですね。あとソナーが2つ下にあるんですけど、あ、その辺の純正機能も全部活かしたまま。そうです、はい、そのまま移植という形ですね。ちょっとでも弱点を1個発見してしまいました。 AMG ロゴがなくなってしまうっていう、はい、ちょっとそこだけですね。これは移植はできない。そうです。なるほど、はいはい、そんな仕様になってます。はい、はい、というわけで今回は新レギュラーの酒井くんを交えてちょっと作業の様子をお届けしました。はい、これからもちょっと作業の様子だったりとかを重点的に酒井くんの方でお届けできると思いますので、ぜひぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。